今日はレーダーを気にしなくてもいいから楽ですね。すみません、言い過ぎでした。でも隊長はよくこんなところに一人で。この先に核兵器が埋もれているかと思うと鳥肌が収まりません。そんなものを隠し持っていたベルカ人は2つの国を争わせるよう購入した。身についた武器は心を歪ませる。自分たちの町を破壊した核兵器に頼る奴らの報酬は俺の理解を超えている。ええ、憎しみの増幅はもうたくさん。核兵器を戦場に届けさせてはならない。絶対に。どうだね、ブレイズ。やはり変態飛行はいいものだ。かつて私は一人で祖国と戦わねばならなかった。こんな仲間たちがいる。そうだろう。仲間というものはとてもいいものだ。こいつら見たことのないマークをつけてる。それより今は任務だ。